ジョルディ・アルバーラモスは、スペインル・スピタレート・ダ・リュブラガート出身のサッカー選手。リーガー・エスパニョーラ・ FC ・バルセロナ所属。スペイン代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。FC ・バルセロナの下部組織及び UD ・コルネジャを経て2007から08シーズンに、バレンシア CF の下部組織バレンシア CF、メスタージャに加入した。2008年にトップチーム昇格を果たした。 その年に、ジムナスティックトラゴナに、レンタル移籍し、経験を積んだ。翌年バレンシアに戻り、2009年9月13日、レアルバリアドリード戦でプリメイラディビシオンデビューを果たした。2010年4月21日、RCD マヨルカ戦で、バレンシアでの初ゴールを記録した。2010から11シーズンに、 左サイドバックに固定されてから活躍し始め、注目を浴びスペイン代表にも選出されるようになった。2011から12シーズン終了後、バレンシアとの契約延長オファーを断りかぶ、組織時代を過ごした FC バルセロナへ移籍。移籍金は1400万ユーロ。2015年6月2日、FC バルセロナとの契約延長交渉がまとまったことを発表した。 また医薬金は1億5000万ユーロに設定された。2016年5月22日のコパデルレー、決勝戦では決勝ゴールを決めた。2019年2月28日、FC バルセロナとの契約を2024年まで延長し、契約破棄金は5億ユーロに設定された。ユーロ2012決勝で得点を挙げ喜ぶ、アルバスペイン代表として UEFAU-19。19 欧州選手権2008に出場し1ゴールを挙げた。また 2009FIFAU-20 ワールドカップにも出場した。2011年10月11日の UEFA ユーロ2012予選スコットランド戦で代表デビューを飾るとダビドシルバの先制点をアシストした。UEFA ユーロ2012では全6試合にフル出場。決勝のイタリア戦では スペインの2得点目となる代表初ゴールを挙げ、スペインの連覇に貢献した。2013年6月23日の FIFA コンフェデレーションズカップ2013ナイジェリア戦では2得点を挙げた。2018FIFA ワールドカップのスペイン代表メンバーに選出された。2020年7月4日、運転免許を取得したことが発表された。ありがとうございます。